おはこんばんち、ひこぶんです。やっと小坂区に撮影したものを出し切り、内容の日付が追いつきました。イベントが多いとネタに困りませんが、編集が追いつかなくなる罠があります。私は基本的にポケ活をがっつりやるタイプな上に、編集に時間がかかるので余計です。というわけで、差し扇駅に黒卵が出現したので出動です。イベントがないと基本レイド中心になってしまいます。おなじみのおじさまがおられます。こんにちは。お願いします。なるべく邪魔にならないように壁に同化します。私は壁、まあ、多分行く人はもう馴染みの人しかいないんで、この後みんなで近くもないけど遠くもないジムに出てる黒卵へ向かいます。20% ならまあなんとか持つと思いますね。お一人のスマホのバッテリーが少ないので不安なところですが、1000ぐらいなら大丈夫でしょうと思うでしょう。1000じゃ済まないんだな。意味深に笑う彦本であった。もうすぐ孵化です。人は十分そうです。馴染みの親子さんが来られました。うわー、また厄介な時に。あ、よかったね。あ、もう14人。ちょっとみんなバラバラになっちゃうかもしれないよ。固まって再起動した。固まって、じゃあ大丈夫、抜けますね。じゃあ あ、お願いします。ダメだ。こう、じゃあコード使いましょうか。あ、はい、あ、今日もコード、はい。ちょっと待ってください。あ、逃げちゃってください。うん、カビゴン、コラッタ、ニャース。少年のスマホの動作が遅い。あ、ポチポチ落ちたらダメ。ダメだ、もう一回抜けてもらえますか。だ、大丈夫。抜けちゃった。あ、抜けちゃった。もうダメだ。うん、じゃあもう一回抜けます。ごめんなさいね。はい、じゃあもう一回新規グループコードを作ります。カビゴン、ポッポ、カメ。入った？入りました。じゃあプライベート開放します。あーっと、幸せの卵使った。このバトルで大親友になるフレンドさんがおります。そしてこの後の連戦を考えると、幸せの卵を使うのがいい。開放するも結局誰も入ってこず、6人のまま戦闘開始です。小さい子がポケモンで盛り上がってると嬉しい。出たね。プラザの近くの同行院っていうところもあるし、そうそうそう、裏ですね。はい、あそこにも出てます。20% か。連戦の機運が高まるが、お一人のバッテリーが 20% なのが心もとない。モバイルバッテリー自体はお持ちなのですが、コードを忘れたそうです。そんでもって今度は私が固まるというか、ずっと読み込み中、さっきまで大丈夫だったのにどうした、今日は回線が混んでるのだろうか。結局復帰できず、ちゃんと倒せたのだろうか。よかった、倒せました。相変わらずの CP です。お、ダメージ量3だった。よかった。ボールは16個、余裕です。ゲットです。低個体でもゲットの嬉しみ。
大親友になりました。幸せの卵で倍の20万です。お疲れ様でした。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも助かります。ありがとうございました。歩きですよね。はい、わかりました。少年も自転車だったら次のリアルがどうかなと思いました。自転車あってもちょっと遠いかな。向こうに見えるリアルが次の目的地です。終わった。行きましょうか。次またお願いします。あっ、終わった感じですか。あ、今からですか。いや、全然自分だけ早いな。あ、行ってくれれば。またすまない。じゃあね、バイバイ。とても可愛い赤ちゃんが一緒なんです。バイバイ、はい、いつも私の顔を見ると笑ってくれるのですが、今日はちょっと状況に戸惑ってる感じです。うわーっ、スマホホルダーが落ちた。このスマホホルダー後で動画で紹介しようと思ってます。壊れないでよかった。まあこうやって人柱になるのはガジェットレビュアーの使命です。え、いつからガジェットレビュアーになったのかって。時にポケモートレーナー、時におもちゃ紹介、時に食レポ、つまり何でもやります。ポケモーの人だと思っているとその当たり面食らう人もいるかと思いますけど、よろしくです。まあ基本的に興味ある動画を見ればいいと思います。ただ関係なさそうな動画がそれぞれ繋がってきたりするので、いろいろ見た方がいろいろ楽しめるとは思います。チャンネルを分けない理由もそこにあります。はい、ジムに到着です。先行したフレンドさんと合流して5人での戦いとなります。この中のお一人がそろそろ北海道に帰られるので、貴重な戦力が一人抜けることになります。北海道といえばファイヤーデイに代わるイベントはいつ開催されるのだろうか。もう少し暖かくなってからかな。行く気バリバリなので道民の皆様、その際はよろしくです。勝利です。この5人なら流星群でも大丈夫ですね。もうリアルがもう終わりですけど、 CP2281 お高めです。ボールは最大の18個だ。高個体でこれはありがたい。ボール数多いからといってタイルのみで余裕ぶっこくと逃げられたりするので、最初から金釣りの全力でいきます。2球目であっさりゲットです。残念な高個体だった。プラザの方行きます。もう一つ近くにあの道公院ってあるじゃないですか。あの杉薬局の裏にあるちっちゃいお堂ですね。まずはどっちか早い方を先に行く感じ。はい、道公院が先に出てますね。こっちですね。うん、じゃあそれ行きましょう。頑張ってください。10% 大丈夫。うん、じゃあ同行員の方でした。はい、わかりました。あのお二方どっちもアンドロイドでしたっけ。 iPhone です。 iPhone? じゃああのアッコさんの充電してもらいたいんですけど。あ、清水さんが iPhone で。クロン取っといて。ゲットチャレンジを託されました。これ結構な高個体じゃないですか。何気に。何でしょう。iPhone 充電できるかと思いきや、
こちらもコードがなかったようです。コードを取りに帰られるとのこと、はい、待ってますね。はい、気をつけてくださいね。安全運転で。ゲットです。はい、大丈夫、取れました。攻撃最高じゃないですか。本当に、うん、あ、私と運がいいのよ。運がいいですね。ここが悪いんだけど、いや、よく言いますよ、旦那、いい旦那さんを捕まえといてそれ、余裕さ、余裕ですね。では、次のジムへ出発です。真っ暗ですが、夏になったら、まだ明るい時間です。夏の夕方レイドが楽しみです。あのちょっと涼しくなった夕方にするレイドがオツ、なんです。スマホホルダー落ちたので、ヒヤヒヤしながら自転車こいでます。さっきは取り付けが不十分だったのかもしれない。もう一回落ちたら考えよう。ジムに到着です。いいえ、じゃあ入りましょうか。コードを取りに帰ったフレンドさん到着です。あともう一戦するので、幸せの卵使っておこう。さっきと同じメンバーで戦闘開始です。勝利です。流星群じゃないので、さっきよりだいぶ余裕があります。 CP2268 普通。ボールは16個、いいぞ。ゲットです。どうしました？お助け痛そう。いきなりノーマルヒットまたノーマルヒット、まずい。取れたからよし。はい、どうも。はい、そんでもって次に袋卵が孵化しました。あ、郵便局。ジムに到着です。わかります。
もうジムに入ってたトレーナーさんがいたので残り秒数が少ないです。しまった前回の戦いからカイリキーを回復してなかった。回復しなかった。やばい。元気の塊使えばいいのに、クセベカケラを使ってしまった。この回復が遅くてやきもきする。一時2体同時に回復できることもあったのですが、不具合が起こるからなのかなくなってしまいました。ふう、間に合った。勝利です。CP2284、おっこう個体だ。ボール14個、頑張ります。用紙ゲットです。お、追う。微妙です。お疲れ様でした。はい、帰ります。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。思いかけず夕方から連戦できました。ほんと最初は最初の一戦だけのつもりだったんですけどね。おなじみさんに出会うと予想外の展開になります。